刀流だから2倍強いってのはロイドらしい考えだよな。口だけじゃねえみたいだし、ま、なかなかやるんじゃねえの。エステルがたまには読書でもって進めるから料理の本を読んでみたんだが、意外と面白いな。新しい料理に挑戦してみたくなったぜ。エステルがたまには読書でもって進めるから料理の本を読んでみたんだが、意外と面白いな。新しい料理に挑戦してみたくなったぜ。二刀流だから2倍強いってのはロイドらしい考えだよな。口だけじゃねえみたいだし、ま、なかなかやるんじゃねえの。レイグはほとんど喋んねえからな。何考えてんのかさっぱりだ。ま、でも背中を預けられるってことはわかるぜ。